ゼップは日本及び東南アジアで展開されているライブハウスの名称。日本ではソニーミュージックエンタテインメントの子会社であるゼップホールネットワークが運営を行う。1997年6月ソニーミュージックエンタテインメントとエ b ベックス DD。これを皮切りに各地で展開しており2020年8月時点で札幌、東京、横浜、名古屋、 大阪、福岡の6都市、9会場を運営、主に音楽ライブイベントを開催している。かつてはコンサートの他にプロレスボクシング、その他格闘技の興行も打たれていたが、2012年以降はすべての箇所において契約済み分終了以降のこの種類の興行への貸し出しを中止した。ゼップ福岡は、 ホークスタウンモールの再開発により2016年5月に閉館となったが、跡地に2018年完成の大規模商業施設、m a r k イズ、福岡ももち内に再出展した。また、2020年には、横浜港未来地区に、KTZEP 横浜、東京、羽田の羽田イノベーションシティ内に、ZEP 羽田を開業。ゼップの名称は飛行船の、チェッペリンに由来し、 そのうち、ZEP 仙台については、セッペリンからの連想による都市に降り立つ宇宙船をコンセプトに設計されていた。ステージ幅、音響、照明設備は全て共通で、設定データを用意すれば、どの会場でも同じセッティングで使えることから、複数の ZEP をめぐる全国ツアーが容易に行えるようになった。日本国内の ZEP には、アサヒ飲料がスポンサーとして、 特別協賛しており、会場内でのドリンクも同社や朝日ビールのものが提供される。ZEP で開催される大抵のライブでは入場の際に500円をドリンクコインと交換し、入場後 ZEP 内のドリンクショップでドリンクコインをペットボトルのソフトドリンクと ZEP オリジナルドリンクストラップに引き換える仕組みとなっている。なお、この ZEP オリジナルドリンクストラップは ゼップで回収されたペットボトルをリサイクルして作られたものである。さらにプラカップのリサイクルや2003年1月以降に各会場で開催されているライブイベントにおける電力を風力発電で賄うなどエコへの取り組みも行っている。2012年4月1日、称号を株式会社ゼップライブエンターテインメントに変更するとともに バックステージプロジェクト代表取締役の杉本刑事が代表取締役に就任。スマッチのライブ企画部門との統合により企画制作部門が新設された。また、本社を当時同じスマッチメディアビジネスグループに属していた m オンエンターテインメント本社のある六本木のビルに移転している。2014年6月2日、称号株式会社。 ゼップホールネットワークに変更するとともに、ライブ企画制作部門をバックステージプロジェクトとの合弁による新会社、株式会社、ゼップライブに移管。同年12月8日、BSP のコンサート部門はゼップライブと統合し、BSP にはエンターテインメント事業としてアーティストマネージメント等が残った。ゼップライブでは、橋本圭一が総合プロデューサーを務める。 ジャムをはじめとするライブやイベントを主催、制作するほか、六本木ブルーシアターの運営に参画、2015年1月より、ゼップブルーシアター六本木として再開業した。2017年6月には、海外需要開拓支援機構の支援を受け、東南アジア第一号となるライブハウスをシンガポールにオープンした。2020年5月8日に、ゼップライブの社名を、 株式会社ライブエグザムに変更した。表中の収容数はすべてオールスタンディングの場合による。内訳については、スタンディング、座席、椅子、車椅子エリアをそれぞれと略記。具体的な場所まで報道されているのは、新宿歌舞伎町、金沢市、西金沢駅前。しかし、金沢市については、 近隣住民の反対運動もあり、建設を手掛ける西松建設が2020年6月、計画の無期延期を表明した。このほか、名古屋市、京都市、神戸市などに進出する報道もあった。ゼップ名古屋以前に設置された施設は、2002年2月から始まるイザナミゲーキの前の失われた10年と呼ばれる不景気の時期に開業した。この時期は、 地価が低かったものの企業の投資意欲が低く土地を購入することなく事業用定期借地契約を結んで土地使用する方法が流行した。いくつかのゼップも同様の方法で設置されたが複数の施設は期限を10年程度で結んだことから起因する損廃問題に直面した。ゼップダイバーシティとゼップ東京の位置関係ゼップナンバの オープン日である2012年4月27日以降、ライブ中に多数の観客がジャンプすることに起因しての振動が発生し、隣接する久保田本社ビル6棟のうち2棟が大きく揺れるといった影響が見られるようになった。久保田側は、ゼップ側に何度も苦情を申し入れ、ゼップ側も観客側にジャンプの自粛を呼びかけているが、振動問題は止んでいない状況である。 大見駅と JR 大梅駅の位置関係ゼップ東京の最寄り駅、ゆりかもめ、大見駅と JR 東日本、大梅駅は駅名が非常に似ているため、ゼップ東京へ向かおうとした者が誤って、大梅市の大梅駅へ向かってしまうという事例が多発している。このミスは一般客だけでなく事業者側にも起きており、ゼップ東京でのライブに出演する予定のアーティストが、 間違って、大梅駅に向かってしまうという事例が複数回に渡って発生している。この両駅は直線距離で約 50km 離れており、電車では2時間弱かかる。現在は、ZEP 公式サイトなどにその旨が表記されるようになり、初来場者は、臨海線、東京テレポート駅の利用が推奨されるようになった。ちなみに、同駅は、ZEP デバーシティの最寄りでもある。 また、JR 東日本も対策を講じており、2019年1月25日から、大梅駅構内に、ここは、大梅駅と対処し、誤って訪れた旅客に対しては、大梅駅から大梅駅まで、ルート検索を行うよう呼びかけている。この記事は、以下のカテゴリでも参照できますゼップホールネットワークに、関するカテゴリゼップ札幌に関するカテゴリ ゼップ東京に関するカテゴリゼップダイバーシティに関するカテゴリゼップ名古屋に関するカテゴリゼップナンバに関するカテゴリゼップ大阪ベイサイドに関するカテゴリゼップ福岡に関するカテゴリゼップ仙台に関するカテゴリゼップ大阪に関するカテゴリありがとうございます。